京と名古屋大阪を結ぶ国道1号線、日本の経済文化の大動脈であるとともに、その中間に位置する静岡県にとっても生命線になっています。ところが急激な経済の発展で交通量はうなぎ上り、静岡市内では1日に6万台にも達し、まさにパンク寸前のありさまです。県はこの交通地獄を解消するため、国道や県道の改良舗装に毎年100億円以上もの予算を投入しており、ご覧のように改良率舗装率も向上しています。しかし幅6メートル以下の道もあり、交通容量が少ないため渋滞はなかなか解消しそうにありません。文字通りの車の洪水で道路の横断は命がけ、巨大な車の間を人間様が小さくなって渡る昨今です。こうした道路事情もあって交通事故は毎年悲しい記録を書き換え、昨年は史上最高の716人もの死者、2万2000人ものけが人を出しました。自動車が増えれば増えるほど事故の数も正比例して増え、昭和41年には35年の2倍に達しています。横断歩道でも油断できません。交通安全施設の緊急整備で歩道橋の建設も進んでいますが、歩道橋のない田舎の道路ではこの通り、学童は父兄の指導で自動車の来ないちょっとの間を見計らって渡らなければなりません。国道沿いの家ではいつトラックが飛び込んでくるか不安で夜も眠れません。掛川市のこの家ではなんと5回も大型トラックに飛び込まれ、自衛のため家の前に鉄筋コンクリートの柱を作ったほどです。このうちの人はこう訴えています。とにかくうちを通り抜けて隣の病院の庭先まで飛び込んだっていうの、みんな居眠り運転で8トン車ぐらいのもんですよ。前の鉄骨のシャッターなんかも一気に置いて隣まで吹っ飛ぶようなね、まるで地震と爆弾と一緒に来たような状況でね、もう子供なんかもね、本当に恐怖そのものに陥っちゃってるんですよ。交通渋滞によって自動車の撒き散らす排気ガスと騒音も新しい公害としてクローズアップされています。知らず知らずのうちに人体を蝕んでいく大気汚染や騒音と振動を追放するには、新しい道路を作ることが最大の対策です。昭和44年完成を目標に建設中の東名高速道路、しかし昭和55年の通行量は1日15万台と言われるだけに、これだけでは十分と言えません。第二東海道が必要です。昭和39年に完成した三島バイパス、狭くて拡張できない三島市内に代わって見通しの良い田んぼの中に作られました。これはバイパス建設前の三島市内、
車がひしめいて身動き取れない状態です。さて、バイパス完成後はご覧のように 60% 以上がバイパスへ移って車の流れもスムースになりました。このようにバイパスを建設して市街地の交通難を緩和し、そのバイパスをつないでいけば第二東海道が完成します。すでに一部を除いておおよその路線も決まっています。竹山知事は就任初の2月定例県議会で道路整備に最重点を置くと次のようにその方針を明らかにしました。予算編成にあたり道路整備を最重点施策として取り上げたのであります。すなわち公共事業、県単独事業を通じて道路については財源の許す限り予算化することとし、特に県民挙げての要望である国道1号線バイパスの建設等を促進するため10億円の予算で道路用地取得事業特別会計を設定し、関係市町村と一体となってこれに当たることといたしました。総事業費およそ1000億円といわれる第二東海道、その実現は容易なことではありません。早く着工するよう運動を続けています。路線計画に沿って測量され、用地の幅を決めます。用地買収も難関です。県では全国に先駆けて10億円を先行投資して用地を確保する新しいやり方で交渉を進めることになりました。用地交渉に先立って説明会も開かれます。なんといっても地主さんの納得と協力が大切。膝を突き合わせ十分話し合って用地交渉を進めます。話し合いも円満にまとまって調印。先祖伝来の田畑を手放す辛さよりも交通地獄を解消しようという県民すべての悲願に応えたという喜びの方が大きいのでしょう。地主さんの明るい表情が印象的です。浜松バイパスはすでに昭和38年から着工され、43年開通を目標に工事を進めています。ダンプが走りブルドーザーも大活躍。日一日と浜松市南部を横断するバイパスの姿が作られていきます。明るく住みよい明日の静岡県へ連なる道、第二東海道の実現は県民総ぐるみの運動と協力によって初めて開かれていくのです。